はい、こんにちは。北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV はですね、皆さん神回になってます。はい、もう先に言っちゃうんですけど、まあ、サムネとタイトルでもある通り豪華なゲストをちょっとお呼びして、カット TV をお送りしていきたいなと思います。2019年の世界水泳で日本競泳界の史上初となる 200m 自由形で銀メダルを獲得した、松本勝弘選手に出ていただきます。では早速出ていただきましょう。松本勝弘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。でかいですね。ちょっと僕も177くらいあるんですけど、身長何センチですか？186センチ。10センチぐらいです。いや、もうちょっと僕は実は、1年以上前にインスタグラムの、北島アクアティクスのアカウントでちょっとお話一緒にさせていただいたんですよね。コラボ配信、ちょっとコロナ禍でなかなかレッスンができなかった時期にちょっとインスタグラムの方で配信させていただいたんですけど、今日はですね YouTube で、松本勝弘選手のクロールについて、お話伺っていきたいなと思います。松本勝弘選手って名前が漢字で勝弘っていう名前だと思うんですけど、まあ、愛称でカツオって呼ばれてるんですね。そうですね、皆さんに、はい、呼ばれてる。いつ頃から呼ばれてるんですか、カツオって？一応小学生の時に何の前触れもなくいきなり練習中にカツオって呼ばれたんですよ。そこから皆さんに呼ばれるようになって広がっていったというか、はい、僕は千葉県でずっと水泳やってたんですけど、高校は千葉商科、はい、千葉商大で、そうですね、千葉商大でやってて、結構僕も高校の頃から松本君は知ってるんですけど、なんか高校の時もちろん早かったんですけど、びっくりするぐらいこの世界選手権ですメダルを銀メダルを取るっていうところで、大学で何ですか、伸びたイメージですかね、急に。どうですかね、高校から徐々に伸びてたんですけど、やっぱ世界と戦うまではいかずに、はい、大学からやっぱこう意識がどんどん変わっていって世界を目指すようになって変わることができましたね。はい、いや、今日はちょっとそんな松本選手にクロールについてお話を聞いていきたいなと思ってますので、この後の本編をお楽しみにしていただけたらなと思います。では、早速泳ぎの方を移っていきたいと思います。本編どうぞ。はい、皆さん、映像の方では松本選手のクロール映像が流れてると思うんですけど、松本選手が 200m 自由形で、一番気をつけているポイントだったり意識していることがありましたら、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、何かありますか？まあ、そうですね、やっぱレースになると前半から、行くっていうのがもちろんなんですけど、その何秒で前半を回りたいっていう考えをするっていうよりは、これぐらいでこのタイムだろうなっていう意識で前半を回らないと、後半やっぱこう前半何秒で泳ぐってなるとやっぱ力んでしまうので、それだけはやっぱこう自分の感覚を信じてこれぐらいで行くぞってなった時にこう、タイムもついてくる。で、楽に速くっていうのをすごく意識して、これはもう練習から身につけないとやっぱそのレースにはできないので、その身につけた泳ぎで前半楽に早く行ってラスト50をトレーニング強化したラスト50をこう生かすっていう感じでいつも泳いでます。やっぱじゃあタイム、自分のタイムと泳ぎの感覚っていうのを結構じゃあ練習中も意識されてるっていうか、かなり意識してますね。もうこれぐらいでこのタイムだっていうのもなんとなくは染みついてますし、やっぱどれだけ楽に早く泳ぐかがもうかなり200の自由形を限らないんじゃないかなと思います。 100m ターンしてその100から150の真ん中の、なんていうの、後半の間の50っていうのはやっぱ一番ペースとしては
難しいのかなっていうふうに思ってるんですけど、なんかそこの後半の、まあ、50後半の 100m で松本選手なんか泳ぎで意識していることありますか？そうですね、泳ぎとしては僕もこう上げてるつもりではいるんですけど、タイムは落ちてるっていうので、うん、やっぱこうどうしてもきつい部分なんですね、はい、だから150気持ち的にもですし体的にもすごくきつい部分なので、まあ、そこでこう、まあ、上げられる勇気も必要ですし、あとはこう若干テンポもやっぱスタートしてから50と50から100よりはやっぱテンポもこう、まあ、気持ち上げないと同じように泳いだらやっぱタイムが落ちてしまうので、はいはいはい、そこはちょっと気をつけてます、まあはい、若干テンポ上げるってことですね。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、それでは、ちょっとまあ泳ぎの、キックの部分についてちょっと松本選手に聞いていきたいんですけど、どうですか、キックって松本選手得意な方ですか？得意だと思ってます。そうですね、それはそうですね。キックで何か自由形泳ぐ時の、まあ、キックの部分で松本選手が気にしているとか意識しているポイントだったりあったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、僕がレース中思いっきりキックを打つのはもうほぼラスト50だけであって、うん、基本はこう打ってるようには見えるんですけど、キックを打つっていう意識というよりはやっぱりこう動かし続けるっていう意識で、やっぱこう最初からキックを意識してしまうとやっぱ 200m 持たないので、うん、そこはやっぱこうなんて言うんですかね、やっぱ打ち続ける、はいはいはい、こう打とうとしなくて打ち続ける、なるほど、ちょっと言葉にするのは難しいんですけど、うん、とにかくそれで、打ち続けることによってこうボディーポジションが上がって、まあ、プルでの負荷が少し少なくなって、それが、まあ、200を持つ、ハイフィースっていうか、なるほど、持つあれなのかなと思います。じゃあそんなに、まあ、しっかり、水の感覚を意識して打つってよりは本当最後の50だけ力入れて打って、そうですね、他は最初の150のところは、まあ、体を動かすボディモーション上げるっていう意味で、はい、動かし続けてるっていう、まあ、動かし続けてますし、やっぱそのやっぱ怖いんですよ、結局やっぱ足を動かすっていうのはすごく怖いことで、やっぱバテてしまうとかそういう気持ちがよぎるんですけど、打たないと打たないでやっぱボディポジションが上がって、うん、結局プルの負荷が大きくなって後半バテてしまうので、そこはやっぱこう打ち続ける勇気っていうのをやっぱトレーニングで身につけないとレースにもつながらないのかなと思います。はい、練習ですね。練習あるのかな。まあ僕のちょっとなんだろう、聞いてみたいんですけど、 50m バタ足全力1本やったらこの選手何秒ぐらいですか？あ、まあ、やったことはないんですけど、はい、1本全力ってやったことないんですけど、はい、何本かやったうちの一番速いタイムは30秒前とかじゃないですかね。30秒前半ぐらい、前半ぐらいでは覚えたことあります。僕のスイングぐらいかな。それは何か。ありがとうございます。はい、はい、はい、ちょっとキックについて今質問を聞いていきました。そしたらじゃあストロークについてちょっとお話聞いていきたいなと思うんですけど、以前インスタライブでもちょっとストロークについては、いろいろ聞いてきたんですが、改めて、松本選手がストローク、クロールのストロークで意識しているポイントだったりあれば教えてください。そうですね、やっぱりこう僕はどっちかというとギャロップというか、はい、こうトントンのトントンのこうリズムで泳ぐんですけど、どっちかの、まあ、僕は右ですごく水を捉えて右ですごい進むっていうのを意識してて、うん、で何ですかね、やっぱりこう簡単に手に入れたいわけでもなく、はい、こうとにかく楽に早く一かきでどれだけ水を捉えるかっていうのをすごく意識してて、もうずっと意識 してる中で今の泳ぎというか、うん、やっぱこう何ですか、1日2日じゃ全然変われないというか、うん、もう本当積み重ねで得た泳ぎなので。はいはいはい、とにかく楽に早く自分の出そうと思ってタイムを出すんじゃなくて、これぐらいでこのタイムっていうものをそれを伸ばしていく、はいはいはい、でストローク数もこうどん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 、まあ変えて速いんじゃなくて、やっぱストローク数を変えないで速いタイムを目指す、それがやっぱ水を捉えている量が増えている証拠なので、それをひたすら考えて練習しました。
ワンストロークのクオリティを上げるっていうところですかね、はい、なんか以前インスタライブで話させていただいた時にちょっと怪我をちょっとしやすいっていうところを言ってて、はい、でフォームを修正したっていう話を確かしたと思うんですけど、その後どうですか、その、まあ、怪我だったり肩を痛めたりっていうのは。やっぱゼロの痛みってことはないんですけど、うん、そのまあ、うまくこう向き合いながら、はい、あの痛くて泳げないまではいかないですけど、こう痛くてもまあ頑張れるぐらいのこう少ない痛みの中で今頑張ってるんで、やっぱりどうしてもゼロってことはないですけど、うまくやってます。今話してて隣で聞いてて手が超でかいなってびっくりしたんですけど、まあ、それだけやっぱりあの手が大きいと、僕パドルつけてる時ぐらいそうですね、レオで水をつかめるのかなって今思ってます。それは、はい、ちょっとありがとうございました、はい、はい、では、最後の質問をちょっとしていきたいなと思います。まあ、あの皆さん水泳やられてる方、水泳ファンの方はご存知だと思うんですけど、まあ、ネットでも騒がれてますしね、 100m 自由形で、世界新を出したポポビッチ選手の泳ぎについて、その泳ぎ見て松本選手的にどう感じました、どう思いました。いやもうなんていうんですかね、やっぱ、まあ、細い体で、はい、そうですね、細い、なんであんな100速く泳げないかなって思ったのが一つなんですけど、はいはい、あのもう入水してから、うん、まあ、フィニッシュまで、はい、綺麗な形ですごく速く蹴るんですよ。あれって、まあ、僕もあの頑張って速く書こうとしても、はい、どうしてもやっぱ水に負けちゃうというか、うん、やっぱ真似できないんですよね、はい、ま、あの分かってるのにやっぱできない、うん、でそのまあ足りない部分もたくさんあるんですけど、そのまあ小林選手は体の使い方がもう上手で、まあ、ほんと細い体であんだけこう力強く書けるっていうのはやっぱこうパワーというよりはやっぱ体の使い方がすごくうまいんじゃないかなと思って、そういう部分もまあ本当水泳に向いてる運動神経というか、本当天才だなっていうふうに思います。あの 100m 自由形でギャロップウェーブをなんかもとか、はい、そうそれであの世界新記録が出るんだって僕はすごい驚いたんですけど、同じギャロップウェーブを変えて松本選手も泳いで帰ってて、やっぱりポポビッチ選手のギャロップはもう松本選手から見てもすごい動きがうまい、タイミングもですし、うん、もう本当先ほども言った体の使い方もうまいですし、すべ、うん、てがもう整っているというか、世界新、うん、まあ、出るってことはやっぱ本当人類の一番、はいはい、今現時点では到達している、うん、泳ぎ完璧な泳ぎだと思うので、まあ、でも本人はやっぱ45秒とか出すと言ってて、なんていうんですか、やっぱこう目標がもうもっと上っていうのもやっぱすごく尊敬できますね。なんかもう出して満足じゃなくて、出したらさらに上を目指すっていうところもやっぱすごく尊敬できるなと思います。いつか松本選手が隣で泳いで勝ってもらうと、ぜひ、はい、もちろん、はい、見たいので頑張ってください。はい、松本選手今日は改めてありがとうございました、はい、ちょっとエンディングの方でまた少しカメラマンのブッチーがなんか質問したいことがあるみたいなので、はい、少しだけお話いただきたいなと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか、めちゃめちゃもう貴重なお話、僕もすごいなちょっと話聞きながら鳥肌立ってます、はい、ブッチーからエンディングでなんか質問したいことがあるんですけど、はい、松本選手よろしいですか。はい、ちょっと僕も今撮りながらちょっと少し緊張してるんですけど、今日から実はあの今インカレが始まってるんですね。で実はまあ僕の弟も明治大学に所属しておりまして、まあ、頑張ってほしいなっていうすごい気持ちがあるんですけども、まあ、松本選手も明治大学、ですごい活躍されていて、コメントとか明治大学に向けていただきたいなと思ってます。明治大学に向けて、はい、僕に向けて、やっぱりそうですね、インカレっていう舞台はやっぱこう同じメンバーで、泳ぐってことはもう二度とないことなので、まあ、やっぱ本当こう大会が終わった時にもっとああしとけばよかったなとは思わない、それほどこう悔いの残らないようなレースを一人一人してほしいなと思います。で、まあ、明治大学強い選手たちがみんな揃ってると思うので、そういうレースをすれば必ず勝てると思うので、みんな頑張ってほしいと思います。頑張れありがとうございます。ありがとうございます、本日は松本達弘選手をお呼びした、YouTube 動画になりました、皆さんこの動画が、ね、もうよかったらもう当たり前ですけどいいと思うんですけど、よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、また次回の動画でお会いしましょう。松本選手ありがとうございました。ありがとうございました。